白川原駅は、富山県富山市場、川原三丁目五番地にある、富山地方鉄道富山高線の駅である。駅番号は、c 三十三。富山鉄道線開業を報ずる新聞、東駅構内車庫の写真が掲載されている、相対式ホーム二面二線の地上駅である、構内の車庫に通ずる引っ込め線を有するほか、一番線南側に一本の側線を有する列車が、 車庫に入る場合には、入れ替え信号機により侵入する。下記のように、国鉄時代の1985年3月以前には、富山第一機関区場、川原発出所が置かれ、当駅が富山高線の車両基地となっていたが、北陸本線との機能一体化によって廃止されていた。しかし、富山高線の路面電車化計画が具体化していった2004年に、 富山ライトレールの本社社屋や車庫が当駅に設置されることが決定し、2005年8月より着工、2006年3月1日に本社券運転管理所等が竣工し、3月23日からは車両基地への列車搬入が開始された。本社券運転管理所は鉄骨2階建てのべ464平米、1階には本社事務所、待合室、 制御盤室及び指令、転呼室の設備を有し、2階には休憩室や仮眠室が整備されている。車両基地には4ペン成分の列車が収容が可能であり、修理点検ができる設備のほか、整備委員の詰め所や倉庫を備えている。これら設備の建設費は3億3180万円であった。相対式ホーム2面2線の地上駅であった。富山高線における、 唯一の交換可能駅であった。1924年7月23日に、富蘭鉄道の駅として開業した当時から、富蘭鉄道線の基地として、車庫、変電所及び詰め所等が設置されており、国有化後の1955年1月16日には、富山運浴が設置された。運浴というのは、多数線区の集合体である、国鉄線において確一的経営を廃止、 関山線区の合理化を図るため、その対象線区の経営管理を縮小し、国鉄全体の経営改善に資するという目的によって設置された現業機関であって、各運輸区ごとに担当する業務は異なっていたが、富山運輸区においては、富山高専における旅客、荷物及び貨物輸送、また、一般に運輸区の設置された線区に属する駅においては、駅員配置駅であっても、 駅長を置かずに、運浴より運浴助役を派遣し駐在させていたが、富山運浴においては、機関区市区や変電区、電力区の配電分庫も運浴に所属せしめ、これらの職場の担当者として、駅の場合と同じく運浴助役を派遣している。この富山運浴は1967年3月6日に一応の成果を収めたとされ廃止されたが、その後も当駅には、 富山第一機関区上、川原発出所が置かれ、富山高線において運用される列車の車両基地となっていた。しかし、国鉄の経営合理化によって、これらの機能が北陸本線と一体化されることが決定すると、1985年3月に富山高線において運用されていた、国鉄72軽電車の国鉄475軽電車への置換と同時に、 白川原発出所は廃止された。白川原駅、北から東から南から、西、富山県東計年間によると、当駅における、各年度の1日平均乗車人員は、以下の通りであった。富山地方鉄道富山港線越中、中島駅マイナス城川原駅犬島新町駅。ありがとうございます。